い花子、俺この間宝くじっていうのを買ってみたんだ。ほら。私たちって全然お金に困ってないのに、これ以上まだお金持ちになりたいの？まあこれはお遊びだよ。お遊び。庶民は必死で宝くじを買うんだろうけど、俺たちは余裕だから当たっても当たらなくてもどっちでもいいのさ。ゲーム感覚で当選発表を見ようぜ。そうだねお兄ちゃん。それでは今から夢の宝くじ第1回ドリームチョンボ一等賞花子、ほんとこれはゲームみたいなもんなんだからさ。俺の番号は112243番。テレビは112243番だって。花子、お兄ちゃん大丈夫？何？もしかして一等当たったとか？血が抜けちゃったんだよ。花子を頼む、起こしてくれ。もうしっかりしてよお兄ちゃん。お遊びって言ってたのに超動揺してるじゃん。でもさ、でもさ、その当たった10億円どうするの？そうだな、どうしようかな。まあでも俺たちはお金持ちだし、こんなの当たらなくても一生困らないしな。とりあえずお小遣いとして俺が1億、そして花子にも1億やるよ。10億円も当たったのにたったの1億ずつ？それじゃあ残りの8億はどうする気？そうだな、よし、ここはココナッツ小学校の貧乏な奴らに恵んでやるとするか。お兄ちゃん太っ腹すぎるよ。そんなのもったいなくない？いいえ、それでそいつらを俺らの子分にするのさ。お金をもらえばみんな俺たちの言うことには逆らえないだろう。何でもかんでも言うこと聞かせてこき使いまくってやろうぜ。お兄ちゃん、みんな私たちの奴隷ってことね。まあそういうことだぜ。ねえ聞いて聞いて、昨日ママが宝くじで1万円当ててさ、もううち中大騒ぎだよ。だから今日は久しぶりに外食するんだ。1万円も当たったの？うちも今度宝くじ買ってみようよね。しおん、そうね、買わないことには始まらないもんね。宝くじで1万円当たっただけで大騒ぎ？さすが庶民ね。なんだよ、すごいことじゃん。それじゃあ私たちの話を聞いたらびっくりしすぎて100回ぐらい死んじゃうんじゃない？ねえお兄ちゃん。ああそうだな、だから言ったろ花子、庶民なんてこんなもんなんだよ。それじゃあ今から俺が重大発表をするから、お前たち気絶しないようにちゃんと足を踏ん張って聞けよ。はあ、なんだよ重大発表って。もったいぶらずに早く言えなのだ。じゃあ耳をかっぽじってよーく聞くんだぞ。俺様はなんと宝くじの一等賞10億円を当てたのさ。10億円？10億って1万円の何倍？10万倍よ。そんなの聞いても全然わかんないよ。とにかくすごすぎるってことだよね。言っとくけど嘘じゃないわよ。私もちゃんと番号確かめたんだから。やっぱりお金って持っててふさわしい人のところにやってくるのよね。なのにうちのお兄ちゃんは太っ腹だから特別たちにも分けてくれるんですって。土下座を100万回するぐらい感謝しなさいよね。そうだ、2億は俺と花子で分ける。
残りの8億はお前たちにやる。どうだ、俺って最高だろ。ここにいるみんなで8億ってことは1人1億円よ。1億円本当にくれるの？俺は約束は守る、かっこいい男だからな。お前たちその1億円を何に使うか早く考えた方がいいぞ。おい、そこの三つ編みは何に使うんだ？そうね、私はまずスーパー家庭教師に勉強を見てもらおう。エマちゃん、私が勉強を教えるからには将来日本初の女性総理大臣も夢じゃないわ。一緒に頑張りましょう。え、私が日本で女性初ですって？はい、私絶対に先生についていきます。その代わりそれを叶えるための私の授業料は高くつくわよ。今からエマちゃんが大学を卒業するまでの12年間の家庭教師代、そこから総理大臣になるための勉強代、全て合わせて1億円です。でもそれだけの価値はあるわよ。すごい、ちょっと高すぎる気もするけど今の私なら払えるわ。ぜひよろしくお願いします。っていう使い方をするかな。勉強に1億円使うなって。今は親友だけどどう考えても私には理解できない。お前たち双子は何に使うんだ？私はすぐに決めたわ。私の推し、たくみ様の等身大フィギュアを作ってもらっちゃう。考えただけでドキドキする。漫画から抜け出たたくみ様、もう絶対かっこいいよ。リオンはやっぱりそっちか。ちなみに等身大のフィギュアは1体じゃダメ。学校に行く私を玄関で毎日見送ってくれるたくみ様、リビングで一緒にテレビを見るたくみ様、私が勉強するのを隣で見守ってくれるたくみ様、少なくとも3体のフィギュアはいるかな。あ、それに引っ越しもしたいかな。漫画もアニメグッズもコスプレのお洋服もいっぱい買いたいから、大きいお家じゃないと入りきらないもん。私からしたら超無駄な使い方だわ。じゃあそういう資本は何に使うの？私はレイコさんと自分の修行のために新しくお寺を建てることにするわ。人生に悩む人たち、そしてさまよい悪さをする悪霊たち、みんな私とレイコさんが救ってあげるから、いらっしゃいってな感じよ。きっと超行列のお寺になるに違いないわ。さすが漫画オタクと心霊オタクの双子オタクたちの使い道なのだ。じゃあそういうエイジ君は1億円何に使うの？俺は1億円手に入るならドラえもんミュージアムを買い取りたいのだ。ドラえもんミュージアムってまさかのエイジ君、ドラえもん好きなの？実は俺が発明に興味を持った最初のきっかけは、2歳の時に初めて見たテレビのドラえもんの秘密道具なのだ。ドラえもんの世界は夢とワクワクがいっぱいなのだ。そういえばエイジのランドセルは密かにドラえもんの絵が描いてあるランドセルだっちゃ。やめろなのだ。エイジのロッカーに入ってたこの手提げカバンもよく見たらドラえもんだ。お前たちやめろなのだ。なんかエイジくんかわいいね。黙れなのだ。レオは何に使うの？俺は行方不明の父さんを探す世界の旅がしたいかな。そして行く先々で事件に遭って困ってる人がいたら力になりたいんだ。レオらしいよね。なんか目に浮かぶわ。ピラミッドに閉じ込められた人を助けるレオ。大丈夫ですか？今すぐここを開けますからね。ルーブル美術館の盗難事件を解決するレオ。俺に解けない謎はない。ナイル川
に人を突き落とした犯人を捕まえるレオ。犯人も無事捕まえたし、これでビシッと解決。でも世界を回るなんて私たち離れ離れになっちゃうじゃない。大丈夫、父さんが見つかったらすぐに日本に帰ってくるさ。レオ、はあ、こいつらやってられないぜ。じゃあお前は何をする？私は宝くじも1億円もよくわからないっちゃ。そんなもの魔法界にはなかったし。だけどそんなにいいものならたくさんお世話になってるバーバにあげるっちゃ。きっと喜んでくれるはずっちゃ。おうおう、ルナはなんてババ高校な魔法じゃ。ルナよ、1億円はありがたくいただいて、わしはイケメンと毎日パーティーぜ。ふぅふぅふぅ、チャックはどうするっちゃ？俺かだぜ。俺はもちろん全部ケイにプレゼントするに決まってるぜ。え、マジ？チャックの言いそうなことだな。ありがとうチャック。チャックの分まで大切に使うよ。ケイ、少しは遠慮しなさいよ。俺の幸せは1億円なんかよりケイの笑顔だぜ。1億円あげてケイが笑ってくれるなら俺はそれを望むぜ。それじゃあ私は第二のカレンお嬢様になる。第二のカレンお嬢様ってどういうこと？大きな屋敷に住んで毎日ごちそうを食べて、ママとサリーも一緒にお姫様のような暮らしをする。ねえケイ、私やっぱり若作りしすぎじゃないかしら。今までの歯医者の服の方が似合ってない？そんなことありませんわ奥様。そちらのドレスとってもお似合いですよ。そうですよママ、私のドレスもどうですか？サリーもすっごく可愛いよ。でも一番はやっぱりこの私だよね。毎日可愛いドレスに包まれて幸せだ。なんてね、夢のまた夢のまた夢だったけど、今からそれが現実になるんだ。田中兄弟、私たちに本当ありがとう。そうだろそうだろ、お前たち一生俺様に感謝しろよ。お前たちはこれから俺様の言うことは何でも全部聞くんだぞ。それじゃあお兄ちゃん、今日の放課後早速その宝くじお金に買いに行っちゃう。そうだな、お前たちもみんな俺様についてくるんだぞ。はーい。よし、お前たち銀行に着いたぞ。これをお金に変えてくるからみんな待っててくれよ。はーい、太郎様、行ってらっしゃい。いらっしゃいませ。本日は何のご用でしょうか？お姉さんもびっくりするなよ。はい、これ一等10億円の宝くじ、お金に変えてもらいに来たぜ。まあ、お客様おめでとうございます。一等なんてすごいですね。少々お待ちください。確認いたしますね。え？お客様、これ全然番号が違いますけど。よく確かめてきてください。こちらお返しします。え？え？そんなわけないよ。だって昨日テレビで夢の宝くじドリームチャンボの当選番号って。あ、そういえばドリームチャンボってなんだよ。宝くじといえばドリームジャンボだろ。その通りです。そのドリームチョンボって違うチャンネルのバラエティ番組じゃないですか？お客様のただの勘違いです。てなわけでごめんごめん、俺の勘違いだった。なんだって？みんなにあれだけ夢を見させといて今さら勘違いなんて。ごめんってば。でも一瞬でも夢を見れたんだからいいだろ。そ